はい、僕みたいにね、あの体が硬い人、ね、あのまあ足が上がらない、まあ、おっちゃんでもね、顔は蹴れます。はい、まあ見てください。どうぞ。今日は短いですよ。はい、いかがだったでしょうか。まあね、体、僕も足が上がらないんでね、もう顔まで上がらないです、はっきり言って。もう反省するところなんですけど、もうおっさんがね、あの今から柔軟したかって遅いです。あのというのもね、柔軟してもまた戻るんですよ。あの開脚してもね、もう戻っちゃうね。あの記憶合金なんですよ。はい、ということでね、まあ逆立ちに近いもんですよね。逆立ちしたら足がここに来ません、誰でも。ね、僕らでも足がここに来ませんから。それを利用して足を、まあ、あの反対向いて蹴るという意識です。はい、まあ少年でもね、やろうと思えばできるということでした。はい、40歳ぐらいから、ね、ずっとやってますから、今も52歳でも未だにできんことないけど、もう多分今遅いですわ、多分多分ね、あの当たらないです。でもね、まあ楽しみでね、あの空手の一つの楽しみなんでね、はい、まあ、冗談蹴れるということが一番いいことなんですけど、はい、そういうことでした。はい、参考になったかどうか分かりません。まずね、必ず何かをやる前に、あの冗談回し切るでも何でもそうですけど、ヒットさす前に何か一つね、あの入れたら、あのやりやすいということでした。はい、以上です。ありがとうございました。おいっす、自粛生活頑張りましょう。